はい。皆さん、こんにちは。ワンダリフルビジです。では、今回はインペラトルローマ続きをやっていきたいと思います。まあ、周辺諸国をね、まあ、切り従えながらという方針で進めてきてはいるんですが、まあ、大国、ブリギュアがもう相当でかくなっていて、手がつけづらい状態だなというところになっているので、まあ、これに負けじとね、我々エジプトの方もしっかりと国力をつけていきたいなというふうに思っています。では早速時間を進めていきたいなと思うんですが、今回のインペラトルローマからですね、新しいゲーミング PC 使ってますのでね、そのあたりちょっと動きも快適になってるんじゃないのかなというね、期待もありますので、そのあたりのプレイフィールも実感しながら時間を進めていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。で、まずはそうは言っても発明、何か入れられるなら入れておきたいよね。要塞防衛、軍の伝統コスト、あとは重砲兵持ってないからな。そうなるとどうしても入れておくべき内容というのが違うものになっていくよね。人口調査の資料、これ弁舌の研究速度が上がります。国家印象、評価の改善の最大値がプラス 20%。 これ結構大きいよな。あと暗号表ですね。外交距離が 15% 伸びます。あと明板、 FUG 大臣、明板にしよう。研究速度プラス 5%、 大きいよね。で、セレウコス朝内戦が終結。だいぶ小さくなってるよね。でもセレウコス朝も、ブリギュアに飲み込まれた感はある。分断されてるもんね、完全に。さあ、我々、お、時間の進みとかめっちゃ早くなってるな。これも、ゲーミング PC、新しいものに変えた効果なんだろうか。恐ろしいほど時間の進みが早くなってる。まあ、ちょっとそれは置いといて、ちょっと時間進めますね。このスピードだよ、このスピード。これはちょっと今までにないスピードだな。本当にむちゃくちゃ速くなってますね。じゃあ続いてだな。適正手続きの保証、統治者の人気獲得、プラス 0.05%。 本当に悩ましい。まあでも、重砲兵は持ってないから、国民の市民の算出、まあ、市民階級を増やすのはありだな。やっておきましょう。で、この先のね、戦い方なんですが、まずは、ここに船が10隻あるでしょ？で、第3軍の正規軍、ここに船5隻。第1海軍ですね。で、正規軍の第8軍が、5個師団。まあ、5千ですね、兵としては。いや、この辺の動きもだいぶ滑らかだな。本当に。で、日本語かもっとも、本当にね、対応していただいている方がいっぱいいらっしゃることもあって、すごく進んでますね。で、ここに第6軍がいて、第2軍1万8000。で、ここには、第1軍7000という形で、だいぶ、軍の規模も、大きい状態を維持はしてるね。で、指揮官がいないところには、指揮官を配備していく。ただ、この指揮官配備もね、結局その、忠誠が高い人でないと、とてもじゃないけど怖くて、任命していけないというのがあるからな。もうここは完全に忠誠度を重視で選んでいくしかない。能力よりも忠誠心。第10軍とかってもうこの辺りは完全に
忠誠心だけで任命をしていきましょう。能力よりも忠誠心。もうおばちゃんなのかおじちゃんなのかわからないですもんね、彼になってくると。空席の称号は側近か。側近の護衛長が死んでいる。側近の護衛長とかってさ、もう本当に最優秀戦士を置きたいところですけど、ここは忠誠心重視でいきましょう。ではまた時間を進めましょう。これくらいのスピードだよね、ちょうどいいのは。さっきまでの高速道半端じゃなかったからね。であとはマルチビルダーで、まあ、国葬地帯なり訓練所なりっていうものをお金に余裕があるときに作っていこう。国葬地帯、ちょっと待ってね。やっぱり農地があるところに当然ながら国葬地帯作っていくのがベターなので、そういう形で作っていこう。で、オリンピア祭典競技ですね。でこのまま行くとフリューギアが領土を拡大するのを指を加えて見てることしかできないというなんとも悲しい気持ちになるので、どうだろうね。海洋国家を目指すというのもありだよね。今や10隻規模の戦力を持っているわけですからね、我々海軍としても。で、ここはうわ、蛮族にキュレイナカが襲われている。これキュレイナカは自分たちだけで撃退できるのがね、この9400という蛮族。まあ、援軍を出してもいいんですが、要請がない限りは一旦無視を。で、この後、ナバディア、ここをもう一度、先端を開いていくっていうよりかは、やっぱりローマの方に近づいていきたいよな。で、南に行くとなると、クシュとかもこの辺りは完全に砂漠地帯なんで、苦戦が予想されますよね。そういったところと、まあ、やっていくのが、本当に正しい戦い方なのかっていうのがちょっとあるんで、クシュ。プレミア。この辺りとは仲良くしておいて、やっぱり地中海を渡っていきたい。リフラーンに、まあ、進出していくっていうのも、まあ、ありっちゃありだよな。ただリフヤーンに進出する場合って、第6軍をちなみに派遣しておきましょうか。リフヤーンとの国境沿いに。正規軍5000、第8軍。ちょっと待ってね、リブヤーンってそもそもさ、戦力的にはどうなってんだろうね。リブヤーン自体が、どれくらいの強さを誇っている国なのかっていうのを、ちょっと先に見ちゃいましょう。リフヤーン自体は、軍としては8師団か8000。まあ当然、急激に軍を拡張してくる可能性はあるので、まあこの8師団だからどうのっていうのはもちろんないんですけどね。
さて、イベントとしては、腐敗、中性。どうする？二重失いはでかすぎるな。結局、中性が全てと言ってもいい感じなんですよね。ここまでのプレイをしてきている感じとしては。極力、忠誠心を最優先した、プレイをやっていかないと、もう忠誠心が暴走すると手がつけられない。リフヤーンの攻略をするのがいいのか、海を渡るのがいいのか、どっちがいいんだろうな。ここは、順調に、蛮族どもに、国を、蹂躙されてるな、キュレイナカが。このロードス島に攻め込んでいくっていうのもありだよな。ロードス島戦記。まあ、ただ、せっかく安定度がね、いい感じできてるので、ここは、安定度をしっかりと、維持しておきたいなぁ、というのはありますからね。不中の人物がいる？誰だ？お前か。賄賂を贈ろう。で、刑事。今何が一番欲しいかっていうと、研究ポイントも欲しいし、お金も欲しいし、まあでも研究ポイントかな。まあ、そしたら、ちょっとまたお金を使っていきましょう。人口稠密の地帯。ここ市民が多いのであれば、市場を用意する。結局ね、金が全てですからね。全ては金と言ってもいいからな。お金も1000切るぐらいまでは、積極的に使っていきましょう。さあ、どうする？忠誠を66失う。いやー、これきついぞ。忠誠66失うってさ。50の方がまだマシだな。サマリア領か。結局な。フリーギュア相手に戦っても勝ち目ないからな。いやー、ちょっと本当にこのまま眺めてるだけの観戦ゲームになっちゃうので、何か方針を考えていきたいですよね。まあ、リフヤーンの攻略かな、やっぱりね。じゃあ、リフヤーンと戦争する、その前提で、兵を動かしましょう。
第7軍とかに関して言うと、もう兵いないからね。解散しちゃおう。で、第12軍が2000の兵。まあ、この2000の兵はじゃあ、満足対策のために残しておこう。で、第9軍ももう、立ってないようなもの。で、第3軍が戦闘部隊だな。これ、主力になり得る部隊だからね。これは、リフィアントの国境近くまで進出をさせていきます。しっかりと目的を持ってプレイをしていきたいと思うんですが、その目的がうまく見出せていないので、惰性でプレイしちゃってるからね。第8軍も動かそう。ちなみに6月のタイ旅行日程はフィックスしまして、まあ有給がね、もうむちゃくちゃ余ってるので、21日金曜日で、月曜日まで3泊4日。ちょっとね、余ってると言いつつ、何も祝日がないところに、有給休暇をサンドイッチするのも結構きつかったんで、さらに増やすのは難しいかなというので、まあ残念なんですけど、3泊4日と、まあ割と短めな、日程で行ってきます。で、8月はね、5泊6日で行くので、まあ、8月までのつなぎ、6月に1回行って、7月は耐えて、8月行こうというふうに思ってます。あと、年末年始はね、フロリダの方に、28日だったかな、日曜日から1月の4日まで、一応、飛行機、ホテルもう取りましたんで、これでね、遊びに行こうかなと思ってます。で、もう本当に高い航空券が、ホテル代と航空券合わせて80万円ぐらいでしたね。夫婦二人で。この額はね、なかなかにしんどいですね。さあ、じゃあリフヤーンとの戦争をちょっと睨んで、リフヤーンの状況を見とく。ナバティアに戦争を仕掛けられても困るからな。関係行動で侮辱でも行っておきますか。で、あとは、まあ、外交関係は他の国とは、まあ、仲良くしておきましょう。信長の野望でもそうなんですけど、結局、敵対する相手っていうのは、一つの国に絞っておくのがやっぱり鉄則なんですよね。第二軍二つに分けたいな。第二軍の18000っていう数、いかにも多いからね。まあ、とはいえ、国境にどうだ、合わせて2万7000という数を用意したんで、この2万7000で一気にリフヤーンを攻略せしめるというのがパターンとしては良さそうかな。リフヤーンに対して侮辱。こ
これで宣戦布告が可能だな。宣戦布告できる状態になったら、リフヤンに対して宣戦布告をしていきましょう。さあ、リフヤンに対して宣戦布告稼働。海戦自由なしになっちゃったか。まあ、しょうがない。さあ、では、一旦時間を止めて、財政で、陸軍の維持費は真ん中まで増やしておきましょう。むしろ高くしてもいいぐらいかな。戦争中なんで。一旦こうにしちゃおう。お金も、まだまだ余裕はある。で、せっかくお金の話をしたので、ここで内政もやっておきます。いや、エジプト本当にバランスは取れてるよね、プレイする上で。さあ、では回線をしていますので進行していく。リフヤーンの首都まで結構距離あるね。で、ゴズメもしっかり送っておきたいので、まず軍を2つに分けちゃいましょう。第5軍になったんでね、もう1個の方は。第5軍の方を同じく移動していきます。まあ、ここはリフヤーンに対してはしっかりとエジプトの優位性を見せていきましょう。8000に膨れてるね、敵が。8000か。ちょっと待ってね。この8000だと敗北するよね。いや、わかっていた。攻撃路、せっかくなんで使っていきましょう。一旦時間止めてじっくり攻撃路探っていこう。さあ、どうする？そうだな。今だと使えるものが何もないなら、見送るしかないじゃん。戦争を終えないと話にならないな。じゃあ、早期に戦争を終わらせにかかろう。リフヤーンの第2軍、なかなか強力だな。ここはじゃあ、第4軍を使わそう。敗北が続くね、リフヤーン相手に。首都に一気に進撃をかけていければ。一番いいんだけどね。こ
ここは確実に勝ちたいな。よし、まあ、壊滅させるには程遠いが、まあ、十分でしょう。さあ順調に白に迫ってますね。いやこの辺りの動きもやっぱり滑らかだよね。よし、捉えている。さすが戦場部隊。このまま一気にリフリアン領を蹂躙していきましょう。まあやってるのははっきり言って単なる弱い者いじめだからね。今やってることって。ただ雑魚をいたぶってるだけなんで、まあ気持ちはいいですよね。信長の野望大使、幕末史転生物語とかは結構、なんていうのかな、その、ギリギリの、長久でやってるっていうのももちろんあるんですが、ギリギリの戦いをやってるので、こんなにのんびり話をしながら、楽しくプレイをしているっていうよりかは、まあ、割と必死感がある感じなんですけど、それに比べるともう本当に、まあ、楽ちんというか、のんびり楽しめてますね。まあ、もちろんこのインペラトルローマ自体のシステムに、まあ、全然慣れてないというか分かっていないというか、まあ、そういったところもかなり多いんで。何？リフヤンに1万を超える軍勢がいる？いやーこれ誤算だったな。これやられるんじゃないの？うん、戦場部隊がやられたね。ただもう戦勝点はむちゃくちゃ稼いでるからね、このまま一気に押し切りでいいのかなとは思うんですが。攻撃が閉ざされた。戦場がダメになったの。マジか。貴重な戦場が。どうなんだろうね。リフヤーンの主力1万を超えるか1万近い軍勢がいたので、あれがどっかに隠れてると思うんで、
なんか、おびき寄せて撃破したいけどな。この要塞にこもってる可能性はあるね。順調に追い詰めていってるつもりではいるんですけど、敵の実態が見えていないので、当たってるのか外れてるのかも。ただもうリフヤーンの残ってる陣地ってね、この先のこの要塞しかないので、普通に考えたらこのまま攻略が進んでいけば敵の1万とどっかで回敵しそうな感じもしますけどね。いやー、本当にゲーミング PC 変えてから、このあたりもむちゃくちゃ、録画しながらもちろんやってるんですけど、スムーズというか、ストレスなくプレイできてますね。そしたら、ここで一旦祈りを捧げて、安定度をプラスに戻しましょう。いた !9000 だ。ここに9000がいる。この9000を、やっぱり潰しておきたい。というか、この9000を潰してここを取れば、このリフヤーンとの戦争は完全勝利のままに、終わりますからね。そこまでちょっと進めていっちゃいましょう。よし、これでここを取れば終わりですね。ちょっとこのままだと兵が多くて待てちゃうので、一部の兵は帰国させましょう。もう大規模な戦闘は起きない想定なので、これでこのリフヤーンを割譲させるのか、あるいは、傀儡国とするか。供給不足にはなってるけど、ここは、このまま、時間を早めていきましょう。よし、これでリフヤーンとの
戦争が終わりそうですね。まあ、従属国を作成が一番いいかな。発情させるとかよりかは明らかにこっちの方がいいかなとは思うんですが、そうだね、ここを一度従属国にさせちゃいましょう。これで戦争終わりだね。リフヤンを我が従属国としました。ではまあちょっとね、キリもいいので今回はここまでにして、まあリフヤンまで取ったので、まあ国の規模がまた一つ大きくなったかなというところですね。でこの後なんですけど、まあ先にやっぱり弱者いびりをするのか、あるいは大国相手に一戦交えるのか、ちょっとね考えを巡らしていきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。